フランク・エディ・シニョリーノは、フランス共和国バルド・マルヌ県の、ジャン・イコール・シュル・マルヌ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。2001年、リーグでに在籍していた FC メスからデビューした。2シーズン目となる2002から03シーズンには、リーグ3位で、リーグアン昇格を果たした。リーグアンで2シーズンプレーし、FC メス最後のシーズンは、フランク・リベリーとコンビを組んだ。 FC メスでは4シーズンで144試合に出場した。2005年に FC ナントに移籍した。2007年 FC ナントがリーグ2に降格したため、シニョリーノに興味を示した、入滑するユナイテッド FC やデポルティー・ボラ・コルーニャの中からスペインのヘタフェ CF に移籍した。移籍金は150万ユーロだった。7月30日、 UEFA カップのトッテナムホットスパー戦でチームデビューした。怪我のためにリーグ戦デビューは遅れ、12月16日のビジャレアル、CF 戦でリーグデビューした。稽骨のひどい怪我により、2008から09シーズンは試合に出場していない。ありがとうございます。